はい、どうも、激辛マニア、ユッキーです。今日食べていくのはこちらです。野郎ラーメンの、激辛大爆発野郎。そう、野郎ラーメンっていうのがね、秋葉原にね、あるんですけど、行ったことないですよね。東京渋谷センター街、総本店。渋谷にあるんだ。なるほど。まあ、いわゆるなんか、二郎系っぽい、なんか、感じはするんですよ。まあ、行ったことないんでわかんないですけど。秋葉原に行くと、ね。秋葉原のところは見たことあります。激辛豚骨醤油味だって。野郎ラーメンから期間限定の激辛メニュー堂々登場。刺激的な味わいをカップ麺で再現しました。ぜひご賞味あれ。だそうです。よし。ウィス。よし、いただきますか。太麺ですね。久しぶりに、辛い。今日33度、昨日も38度ぐらいあったんですよ。俺の部屋の中。35度ぐらいあった。いただきます。これ、ニンニクが効いてる。あ、辛い辛い。これ、ラー油だな、これ。ラー油の辛さ。ニンニクも、かなり味が、強いですね。野郎ラーメン。秋葉原。やっぱ二郎系列、二郎インスパイアっすね、多分これね。間違いなく。二郎インスパイアだから。メニューが書いてる。秋葉原のお店だと、豚骨野郎、カッコ780円。豚骨豚野郎が1080円。で、煮干し味が、濃厚煮干しに980円。で、味噌、880円。で、味噌バターンコーン野郎が1080円。で、煮干しつけ麺が880円。特製つけ麺が1300円。高え！
で、汁なしが汁なし野郎830円。で、小豚野郎が味噌980円。あ、豚骨なんだな、ここのメインはね。え、小豚野郎、豚骨が880円。これ。ラー油があの、普通のラー油じゃなくて、かなりあの、辛い系ラー油ですね、これね。喉にね、こう、絡んでくれ。うん。え、期間限定新メニューが北型チャーシュー麺が1180円。で、こちらの、激辛大爆発が、1000円。で、他にも、豚骨豚カレー。カレーのあの、これラーメンじゃないですね。普通のあの飯です。980円。カレー丼が380円。豚ほぐし丼が380円。あ、丼安いぞ。丼系安いな。え、明太ご飯が220円。はぁ、あ。ラーメン屋なんだけど、あの、カレーライスも売ってる。で、この、豚骨野郎っていう当店のスタンダードメニューが、国産材料で18時間炊き込んだ濃厚豚骨スープ、絡み合うよう、試行錯誤を繰り返した麺。チャーシューは世界一脂肪分が少ないとされるスペイン産のものを採用している。はい。国産野菜をどんと大盛り。山盛り、見た目もインパクトを残す野郎ラーメンが送る、渾身の一杯。これが780円。あ、あえてこれ世界一脂肪分が少ないスペイン産の豚を使ってるってことね。はい。はい。あ、最高級プレミアムソフトクリーム、クレミアっていうのも売ってるみたいです。あ、これ食ったことねえな。プレミアってこれいくらすんだろう。見たことあるんだけどね。なんか、あの、やけに売ってる変なソフトクリームみたいなやつ。うん。売ってるんですよね。むしろそっちに目が行くだけです。これ自身はね、ぶっちゃけ、あのね、そんなに美味しいかっていうと、別にそんな美味しくない。このカップラーメン自体は、大して美味しくないんですよ。うん。まあ、辛いは辛いんだけど、少なくとも美味しいか、まずいかで言ったらまずい方の部類ですね。なんかね、あの、辛すぎて、
あの、辛すぎてっていうか、あの、辛さが圧倒的に、その、豚骨の味を上回ってて、あの、豚骨の味が、あの、死んでますね。うん。これは何？野菜増し増しとかできんのこれ。わからん。できるのかなこれ。二郎インスパイアっぽいができそうな感じするんだよな。多分。濃厚クレミアソフト。こっちはググったら、コク広がる味わい深まる。クレミアの3つの特徴。生クリームが 25%。乳脂肪分が 12.5%。そして新発想のラングドシャーコーン。ラングドシャーうまいんだよな、このクッキーのさ、あのさ、クッキーっていうかさ、お菓子、あの、クッキーかな、あの、サクサクって、あれ、美味しいですよね。ラングドシャーほんと僕も好きです。うん。なるほどね。ちなみにラインナップが、普通のクレミアの、白いソフトクリームと、チョコレート、ショコラ、あとこれ、あの、ミックス。で、あとこの、あれだな。コーンの部分がチョコレートになってる。パターンも選べる。これでもあれだな、うまそうだな。あ、でも辛いね、これね。これ一本1000円もすんの？は？これ一個1000円もすんの？このクレミア表参道？喉に絡まってる。あ、もう。気管に入
入ってないのになんか最近あれ食ったから多分あれのせいだと思うな。最近伸びるっていうあのネギのあのやつ食べたんですけど、食べてからまだ4日経ってるんですけど、未だに喉の奥のあたりと舌が、あの、麻痺してるっていうか痛い。そのせいもあると思う。クリミアバー表参道。だいたいこの表参道っていう時点でも高いんだって、絶対。で、税込み1000円だって。かっけ？完全にこれ、足元見てやがる。完全にこれ、足元見てやがる人の。これあれだな。インスタ映えがこれ湧くぞ。もう湧いてんだろうとか、もう湧いてると思うけど。あの、女のあの、インスタ映えの人間があれだぞ。絶対これ買ってるよ。一つおよそ500円だって。店舗によって、値段が変わる。まあ、500円か1000円だと買わねえ。そもそも俺、あの、スーパーで売ってる300円ぐらいのは、なんて言ったっけ、あれ。あれのバニラ買ったけど、まずすぎて、捨てなかったけど、あの、まずい。まずいってか、甘い。ものすごい甘いんですよ、あれ。あの、スーパーカップの100円の、あの、スーパーカップっていうあのね、アイスクリームに比べて圧倒的に甘いんですよ。んで、それもそうだし、まあ、値段が高くて、あの、量が少ないっていうのもそうだし、あと、あの、ラムレーズンとかも食べたんですよ、味で。ね、ラムレーズンがうまいらしいからって食ったけど、やっぱあれも相当甘いんですよね。あれ、なんつったっけな。ほぼほぼ食わないから、あの、名前も忘れた。野郎ラーメンで売ってる、このソフトクリームが、いくらなんだろう。だから場所によって変わるって書いてあるから、多分秋葉原だから割と高いんじゃないか。あ、これ辛いわ、本当に。改めて思った、この激辛、大爆発。これ辛いわ。あのね、さっきもむせたのもあるけど、これラー油がこれただのラー油じゃない、これ。あの、スーパーラー油だ。普通のラー油が圧倒的に辛い。あの、系のラー油。で、ものすごいあの、パンチがあるんですよね。やっぱラー油って、あの、水よか粘度が高いから、喉に絡まってきて、
すごい。もう飲んだ時にもう、ぐさーってくるね。喉のあたりが、ぐさーってくる。あー、辛い。これ辛いわ。書いてないわかんねえや。こういう時は食べログは便利なんですよね。食べログは。ただ、食べログに、まずいとか、まあ、俺は前、上野の、やはめ横のあたりで、居酒屋でぼったくられ、居酒屋でぼったくられたんですよ。お通しをもらってないのにもかかわらず、最初お通しって出すじゃないですか。出てきたならいいんですけど、出てこなかったのに、支払いの時に、お通し代取られてて300円ぐらい。で、その後に別なとこに飲み屋行って、で、飲んでた時に、ふと、そのレシートを見たら、あれ？なんか、お通し代300円取られてんだけど、みたいな、感じになって、で、速攻でその店行って、それ伝えて、まあ金も、返してもらったんですけど。で、そのことを食べログに書いたら、メールで、あなたの記事は載せられません。俺が一つ星つけたんですよ。だけど、ダメです。みたいな。その、店の評判を落とすとか、なんか、まあ、悪口を書いたとか、そういうのがもう、一切ダメ。だから、星ランクとか、三つ星とか五つ星とか、これを見ちゃダメなんですよ、これ。今、野郎ラーメンが秋葉原店が 3.12 星って書いてあるけど、これ、見ちゃダメ。うん。これを信じちゃダメなんです、絶対。だけど、食べログの場合で言うと、メニューとかコースとか、写真とかがあって、まあ、本来だったらこれ、写真撮影も多分禁止なんですよ。うん。だからなんか、前あったよ、その写真、食べログに載せた写真とか、で、なんか、勝手に撮るな、的な、のあったんす。まあ、だけど、写真とかがアップされてて、で、だいたいお店の方も人気ある店じゃないと、メニューとかを書かないんですよね。載せないんですよ。だから、その時に、食べログでググって、メニューとかの、見ると、出てくるっていう、感じですね。ヤローラーメンで女子に大人気のスイーツ、クレミアの販売開始。あ、500円です。秋葉原のクレミアは、500円。ん？いや、わかんない。あー、これあれか。これ渋谷センター街の、総本店の、
クレミアは、500円って書いてある。いや、表参道やっぱ、あれ、マジ吉なんだって、あれ。でもこれあれだぞ。インスタ映えはこれ、行くでしょうね。この表参道のその、クレミアの専門店みたいなの。表参道自体も、気違いなんで、ここ。ここら辺とんでもなく物価が高いじゃねえ。地価が、物価が高いのと同時に地価が高い。一回も行ったことないけど。表参道と原宿一回も行ったことないわ。よく考えたら。この青山何丁目とかさ、この青山のあたり。一回も行ったことないね、ここ。多分行く予定は1ミリもないんだわ。今後も多分1ミリもない。うん。予定は。あ、そうだ、今日あれだ。これね、今ね、足立区のね、どっかの人がね、アナウンスしてくれてるんですけど、まあ、機械ですね。機械音声で、アナウンスしてくれてるんですけど、PM2.5 のあれとかもしてくれるんです。今日は PM2.5 が多いですとか、まあ、少ないですとか。ちなみに今日がめちゃくちゃ多いって書いてあったんで、まあ、外出るときはマスクしていかないと、ちょっと、やばいですね。あと、湿度も 27% って書いてあるんで、俺の中で、俺の部屋は、27% なんで、めちゃくちゃ湿度が低すぎる。だって北海道ですと39度とか38度になったんですよ。あれおかしいじゃね、ちょっと。多分500円ですね、秋葉原のとこも。うん。おそらく500円でしょ。今度あれっすね。まあ、秋葉原自体ほぼほぼ行かねえんだけど。まあ、行った時にちょっとあれしようかな。豚野郎、豚骨豚野郎と、この生クリーム、ソフトクリーム食べてみましょう。うん。言うほど秋葉原ってあんまり行く、まあ、あれ、俺はほとんど行かないんですよ。まあ、アニメオタクとかだったらすげえ行くと思うんですけど、俺の場合ゲームオタクなんで、ほぼほぼ行く、のは、まあ、ないです。まあ、レトロゲームの、駿河屋とかの、あそこの店とかは行くんですけど、もう、ぶっちゃけ行かなくても普通にネットで買えるからな。あとスーパーポテトはクソぼったくりだしな。クソぼったくり店だし、あんなとこ一回も購入したことないです、あそこ。マジで。スーパーポテトほどぼったくりの店ないね。まあ、大体あと、中国人とか外国人が、あそこで買うんですよ、スーパーポテトで。で、あともう、道が混雑して、人がぐわーっているんですけど、聞こえてくるね、雑音がね、全部外国語なんですよ。
9割方外国語しか聞こえないさ、あそこ。でも、これの、このカップ麺自体は、正直、さっき言った通り、あんまり美味しくはないですね。うん、で、太麺なんですけど、太麺、だからか、芯まで味が、その、豚骨の味が、入ってない。ですね、うん、ああでもやっぱか辛いな。あ、これね、ラーメン大好き小池さん、小泉さん、小池さんじゃねえや、小泉さん。小池さん、ドラえもんに出てくる、毎回ラーメン食ってる人です。だから俺いつも間違えるんですよ、これ。ラーメン大好き小池さんって言ってしまうんだよね。小泉さんっていうアニメで俺見ましたけど。うん、これ面白かったです。うん。二郎とか、中本。とか、そうですね。まあここでも豚野郎が、やってる。紹介してる。似たようなので、お酒の、そういう漫画がある、漫画っていうか、アニメか、アニメもされてんだ。あれ、なんつったっけ？アニメのね、酒のね、宅飲みってやつですね。うん。宅飲みってアニメあるんですけど、うん。まあでも、うん。確かね、宅飲みはね、エビスビール、エビスビールを紹介する、あれがあるんですけど、あれね、後期版なんですよ。エビスビールのもう劣化版の昔の、エビスビールね。それをうまいっつって飲んでるんですけど、うん。もうその時点でもうこれ分かってねえな、こいつと思いましたね。うん。変わった後のエビスをうまいって言ってるんですけど、それだったら、美里さんのは向いてると思うね。エヴァンゲリオンの、葛城美里さんね。あの人もエビスビールの大好物なんですけど、あの人の、出てくる飲む時のあれとか、あれはね、本当にね、あれ昔のエビスなんで絶対うまいんですよ。でも、宅飲みのエビスビールを推してるのはちょっと、おかしいと思いますね。うん。ということで、激辛度数が、これは、90でいきましょう。ご視聴ありがとうございました。